東海道新幹線の一部の車両に新たに導入されるのは、完全個室タイプの座席で、専用の Wi-Fi のほか、レッグレストが付いたリクライニングシートや調整可能な照明などがあり、2026年度中のサービス開始を予定しています。JR 東海は、打ち合わせを気兼ねなく行いたい人や、周囲を気にせずくつろぎたい人などの利用を想定していて、料金や運転区間などは今後公表するということです。 一方、JR 東海の丹羽俊介社長は今日の会見で、静岡県の川勝平太知事の辞職について、コメントする立場にないとした一方、リニア中央新幹線については、未着工になっている静岡港区の早期着工を目指す姿勢を改めて強調し、引き続き早期開業に向け、全力で取り組むと話しました。